イーユンリーは中国系アメリカ人の作家。北京で各物理学者の父親と教師の母親のもとに生まれた。文化大革命や天安門事件の影響を受けながら北京で育ち、北京大学卒業後に渡米する。アイオワ大学大学院で免疫学の修士号を取得した後、本格的に作家を志し、同大学院創作科で修士号を取得。彼女は自身を 中国にとってもアメリカにとってもアウトサイダーであると位置づける。彼女は文化大革命や天安門事件を経験したが、興味の対象は自らの経験に回収されうるものというより、アウトサイダーという存在のあり方であり、それが彼女の作品に深く影響を与えている。彼女は母国語の中国語ではなく英語で、すべての作品を描き上げおり、英語ものリンガル作家である。 実際に中国の出版社から中国語に翻訳する話が来たが中国に自身の作品を読まれる準備ができていない中国も自身の作品を読む準備ができていないという理由で断っているしかしながら作品の舞台のほとんどは中国であるニューヨークタイムズに彼女の短編小説を最初に掲載したブリジットヒューズは次のように述べている彼女は 自分自身の言語によって一個人として定義されることにこだわっていて、社会や歴史、彼女の母国語によってでさえ判断されるのが嫌だと考えている彼女は中国を舞台にしているが、それが現実を強く反映したリアルな中国であるかどうかに重きを置いてはいない。彼女は対談にて、作家は自身が感じていることを書きます。リアルな中国かどうかという問題ではなく、 これが私の中国である、私が知っている中国であるというふうに、私は状況は変わっていくが、人は変わらないと考えています。そして、感情が理解できるということは、その状況も理解できるということだと思います、と述べている。リーの頭の中では、小説同士が語り合っており、それと同時に、彼女の文章は音楽と語り合っている。例えば、優しさは、 マーラーの公共曲第1番を聴きながら書いたとのこと。他には、ピョートル・チャイコフスキーや、ヨハネス・ブラームスもよく聞く。しかし、意外にも短編集、千年の祈りを書いていた頃は、流通を聞いていた。デビュー作は、千年の祈りに所集された、不滅であり、共同体そのものを、主人公とする斬新さが評価された。2005年には、短編集、 千年の祈りで、フランクオコナー国際短編賞、ペン、ヘミングウェイ賞、ガーディアン新人賞などを受賞。現在は同じく、中国から移住した夫との間に、男の子が二人おり、共にカリフォルニア州オークランドに暮らす、米国の永住権を取得した。さらに2012年には、アメリカ国籍を取得。文学賞の選考委員を2010年のオーヘンリー賞。 2011年の全米図書賞、2013年の国際ブッカー賞で務めている。また、文芸誌、ア・パブリックスペースの編集に参加、カリフォルニア大学デイビス校で創作を教えながら、執筆を続けている。2019年春に、理由のない場所を発表。うつ病を患い自殺未遂、入院を繰り返し経験したり、彼女の作品、インタビュー。 エッセイではたびたび孤独について触れている。以下、ウィキデータによる。黄金の少年、エメラルドの少女のインタビューにおいて、彼女は次のように述べた。物語を書いたら、その物語が外に出かけていって、他の物語と語り合うというふうに考えたいんです。私の物語は絶えず、トレバーの物語と語り合っています。もちろん人間と同じで、 物語は親しみを感じる相手とだけ、心地よく付き合っているわけにはいきません。他の物語と議論したり、時には論争したいのです。私が執筆する時に常に念頭に置いている作家は、次のような数少ない人たちです。例えば、表題作、黄金の少女エメラルドの少年は、ウィリアム・トレバーの、三人、ザ・ピープル、未方役。ザ。 ヒルバチェラーズ初集という物語と語り合うように書きました。イーユン・ディー、黄金の少年、エメラルドの少女、インタビューマタリーは別のインタビューでは次のように述べた。私はある本が別の本に語りかけると考えるのが好きです。一人でいるより優しく手を書いた時は筋書きや設定は全く異なっているものの心の詩を念頭に置いていました。イーユン・ディー、 アトランティック史掲載の電話インタビューありがとうございます。